それでは事後調査、マーメイドステークス、エプソンカップ、食所生活候補ですか、行きましょうか。はい、まずマーメイドステークスですけど、16と決まりまして、本命サラス変わりません。はい、去年の覇者ですけどね、はい、まあ、去年7番人気という人気ない、まあ、思い切ってさせて勝ったんですけど、まあ、あんまこんな舞台リピーターとかないと思うんですけど、まあ、でも、牝馬の判定戦ということで、はい、リピーター、もしかしたらあるかもしれんので頑張ってください。中4周前走大焦点叩いてですね、マーメイドステークス買った後、長期休養から叩き2走目、チャンスあると思ってます。うん、でまあ 逆に言うとね、先手利用がリベンジかなと思ったんですよね。去年1番人気4着でしたっけ、ですよね。で最近も成績悪くないんですけど、やっぱり重賞になると1枚足りひんかなって印象が、で今回もまた1番人気って話出るんで、それは嫌やなと思って、福永さん乗り換わりでも嫌やなと思って、はい、それともう一回サラスの人気を落ちてるっていうか、人気そんな1番人気にならないと思うんで、はい、もう一回サラスでいこうかなと思ってます。はい、ね、去年この舞台勝ったのにハンデ54トンで、先手量がまた55を背負いますんでね、まあ、G1 5着4着かの実績あるんですけど、いやにしてもこのハンデはちょっと張ってないなと思って、ハンデらしいハンデ逆にくれたと思ってるので、もう一回サラスでお願いします。で対抗迷ったんですけど、リューヌ・リュージュにしときましょう。はい、2勝プラス勝った後、牝馬ステークス2着ですよ、中身もね。で福島牝馬は7番人気8着やったんですけど、まあ見ての通り、重賞、フロックっていうか、中身牝馬は来たにもかかわらず、前走7番人気でした。でまあ人気出てませんと、今回前走の影響出てまだ人気、多分強気になると思いますんで、もう一回チャンスかなと。中身馬ステークス十分2着、フェアリーポルカイド2着、後の重賞馬2着でしたし、はい。で、この馬、京都2000で実績、のが最近出てたんですけども、もともとこの馬ね、阪神でも実績あったんですよ。アストラグサ賞オールフォーラブ2着やったんで、そうなんですよ。もともとこの馬、阪神が強いんで、2000メートル。はい。前走惨敗からここなら、また巻き返しは十分にあるかなと思っております。はい。まあ、前走外枠もちょっと響いたと思いますので、頑張ってください。安城が段野さん継続騎乗です。よろしくお願いします。うん。で、黒三角候補、エアージン、サマーセント、センテリオ、リープ、フラウミルヒ。リープ、フラウミルヒも多分また人気伝統。多分、まあ、強気すぎやけど、そんな人気ないと思うんで、ありかなと思ってます。あと、まあ、特注部は、なるはやに今回知っておきます。七子さんと相性がいいってことを前説明しました。で、まあ、前走のパールステークス2着です。で、いつもパールステークス経由の馬狙ってたんですけど、今回パールステークスが新潟開催で、いつも京都1008で、パールステークスで実績あった馬がこう直結するんですよって言ってたんですけど、今年から新潟開催になってもうたら、わーと思ったんですけど。はい、まあ、このパールステークスはリンクさせてませんけど、はい、まあ、七子さんの腕ならっていうか、2走前はちょっと飛ばして負けましたけど、この舞台そんなハイペースになることないと思うんで、もう一回マイペースでいったらいけるかなと思ってるんですけど、このね、逃げ馬おらんかなってあのあと気にしたんですけど、いましたね、これ。オスカールビー、泉谷風磨さん、549キロとのちょっと逃げの喧嘩があるかもしれないけど、頑張ってください。番手追走できんことの山があると思ってる。うん。まあ逃げた方が楽っちゃ楽なんやけどね。まあ番手でも全然意見競馬してるんでいいと思いますよ。はい。かといってオスカー・リベイが入り逃げるって可能性多分ないんで、基本スローですもんね。ってことは、ね、人気馬がまた先手利用等々が色気だし、後ろからの競馬ならあるかなと思ってるんでよろしくお願いします。はい。ちょっとあとミスマンマミヤと考えますけど、まあ。きついか、小崎良也君より代わりが、これはちょっといただけんな、了解です。ありがとうございました。はい。で、続きまして、エプソムキャップですけど、こちら本命代わりありません。こちらも代わりません。ソーグリッタリング、前説明しました。ステイゴールサンク、東京今、爆走してます。はい、池江さん、藤井寛一郎さんの最近、直近1年の名コンビです。はい、あとは、しっかり馬を遊ばせずに追ってくるってことで、藤井寛一郎さんと、息が合いそうなんでよろしくお願いします。はい、ね、去年は、届かず3着、前走は抜け出して2着と。はい、まあ、前走あの見た感じ最後なんかしまい甘いかなと思ったんですけど、遊んではなかったらしいんですけどね。まあ、ちょっと抜け出したらやっぱりどうしても気抜いてない程度もやっぱ相手がおらんかったらあかんかなと。もうちょっと寛一郎さんがうまいこと抜け出してくれたら
はい、京都銀杯も4着でしたし、外枠で18番で4着十分でしょう。頑張ってください。前走去年の3着馬です。リベンジお願いします。去年はね、上限上がりいきなり1番人気。今回、藤井寛一郎さんも込みで、相手もちょこちょこいますので、6番人気落ちるならチャンスかなと思ってます。はい、対抗、今のところ変わりません。レイエンダにしときましょう。去年の覇者です。藤井ルメならもう1回あるかなと思ってます。で、最近丸山元気さんの音なんですけど、もう1回ルメちゃんに乗り換わりってことで。まあまあまあ、ね。いくら G1 とか他の重賞が呼ばれてないという、もう一回このまま乗れるってことで、去年5番人気で1着っていう美味しいオッズやったんで、まあ、今回も人気上がると思うんですけどね、全然リピーターあると思ってるんでよろしくお願いします。抑え候補アイスストーム、こちら、メイステークス買ったんですけど、まあソリックリッタニングが狙い目かなと思ってます。うん。あとアトミックホース。はい、左回りキラーです。ただ 2000m が舞台は合うと思ってるんですね。東京も 2000m 実績あるんですけど、まあ1008でもこなせんことないかなと思ってます。あとインビジブルレイズ、白藤ステークス勝ち馬、サトナーサー、この舞台一昨年の勝ち馬かな。あとサラキア、シャドウディーバ、ピースワンパラディ、そして左回りに特注馬、今回やっぱりこの馬でしょう。東京1008メインステークス連覇ありました。チャンスかなと思ってます。ちなみにこの馬重賞勝ったダイバー100に行って勝ってないんじゃですよね。メインステークス2着連覇だけですよね。はい、オープンクラスは3勝ぐらいしてるんですけど、4勝かキャプテラス4勝してるんですけど、はい、エプソンカップはね、2年前走ってあのサトナーサに負けたレースかぐらいしか来てませんので、また人気をしたチャンスかなと思ってるのでよろしくお願いします。多分人気出ないんですよ今回。出ないと思う、うん、一発狙えると思う。前走新潟大賞で叩いてやったらありかなと思ってます。はい、これが一番おもろいやろそら。しかも来るなら頭で来るからな多分こいつな。東京で6勝やってこいつ勝つか負けるやろこれ。こいつ確か東京7勝かもすげえな。7018連帯が連帯と勝率一緒でまあ珍しい、まあ珍しい。はい、以上です。あ、道具上生活と土曜日ノン住所もあるよね。で函館もちょっと考えてます、ごめんなさい。まだまだ待ってください。函館時間スポーツにするか、いやー函館怖いよな、わからん今のところ。副賞生活こっちにしようかな、分からんすけどね。サトノリマンかサトノラディウス、まあ多分サトノラディウス濃厚やと思うんですけど、で行こうかなと思ってます。サトノリマンでレーンさん乗ってきたから本気かなと思ったんですけど、まあまあムラッキーあるんで、安定するならサトノ、ルメール国枝コンビかな。多分一番人気やろうけどね、多分一番人気やろうな、ちゃうかな、一番人気ちゃうかな。多分サトノラディウスが一番人気やと思うんやけど、あ、なんかおるぞ、2番人気で。あ、ダイオダグラスがミイラ構成乗り換えになったんで、多分ルメちゃん連れてきたんやったら多分里の、ラディウスかなと思ってます。はい、で、あとは、副賞、ノン重賞でしたけど多分天保山ステークスかなと思って、まあ、今んところ一応実行候補59キロにまた、別定戦で増えますけど、スマートダンディか。阪神強いね、前走58キロで勝ち、2走前57キロで勝ち、金量目しても関係ないということで、関係ないんかな。まあ、500キロバタイジャルか、多分1キロ増ぐらい多分関係ないと思う。うん、ここ、はい、あと相手ドリューとかまた入れといて、平層レッドルズ、もう一頭注目してるんが、まあ後でまだ明日印ボンボン打ちますけど、今んとこね、この平層ル、これが面白い。4歳の千馬なんですけど、今んとこダート3220と、はい、ダート変わってから馬券外してません。もともと芝使われとったんですけど、去年かな、去年の札幌からデビューして、ダート3着、2着、1着と、ようやくダートの、まあ、距離が劣ったんでしょうね。もともと1000使ってなかったなってことで、1000円戻したから、阪神、京都、抜群の成績を収めてますんで、よろしくお願いします。前走も昇級戦なのその3連勝ですからね。頑張ってください。ということで、また明日の本社でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。